速水戸大垣トレイン91号です。名古屋出ますと大垣まで途中駅には止まりません。お乗り間違えないようご注意ください。電車の番号は前の方から1号車、2号車の順で、一番後ろが4号車の4両編成です。座席は全て主役となっております。お手持ちの指定席券と指定番号の席をご利用ください。ご注意ください。座席は全て指定となっております。お手持ちの指定席券、指定番号の席をご利用ください。全席指定です。ご利用には乗車券のほか座席指定券が別途必要です。また大垣まで途中の駅には止まりません。ご注意ください。発車まで3分ほどお待ちください。急変換数全席指定、大垣行きの臨時ノンストップ快速です。大垣まで止まりません。ご注意ください。乗車券のほか指定券必要です。発車します。閉まる扉にご注意ください。はい、です。皆様お待たせをいたしました。本日は水戸大垣トレインをご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大垣行き臨時のノンストップ快速水戸大垣トレイン91号です。大垣まで途中の駅には止まりません。大垣には9時ちょうどの到着です。車内のご案内をいたします。前から1号車、2号車、3号車、4号車の順の4両編成です。座席は全て指定となっております。お手持ちの座席指定券、指定番号の席をご利用ください。なお車内は全車禁煙です。お手洗いは一番後ろの車4号車にございます。2号車は自然の風を体感いただけるウィンディースペース車両となっておりますので、ご自由にご利用ください。なお、ウィンディースペース車両をご利用の際には、窓に手をかけたり、身を乗り出すことは危険ですので、絶対におやめください。また、ご乗車の皆様に楽しんでいただくスペースですので、譲り合ってご利用いただきますようにお願いを申し上げます。各窓には防水シートもございますので、運搬等の際にはご活用ください。担当いたします乗務員運転士三島車掌並方です。大垣までご案内いたします。お待たせをいたしました。次は大垣です。皆様に大垣市のご紹介をさせていただきます。私たちの町大垣市は人口約16万人の岐阜県第2の都市で、古来東西交通の要衝都市で、また東西文化の接点としてさまざまな歴史や文化の舞台となってきました。大垣のシンボルである大垣城は、かつて関ヶ原の合戦で西軍石田三成の本拠地となったお城であり、江戸時代には戸田藩10万石の居城で、戦前までは国宝に指定された名城です。惜しくも戦災で焼失してしまいましたが、昭和34年に再建され、そして昨年の春、国宝当時の姿に完全復元されました。また大垣は大政松尾芭蕉の奥の細道結びの地としても知られており、かつて大垣城の外堀であった水門川沿いに茎巡りが楽しめるように右奥の細道が整備され、水と緑、四季の花を散策しながら散策することができます。本日新たに奥の細道結びの地記念館がオープンいたします。記念館周辺ではオープニングイベントの他にも、大垣祭り山特別引き添えや着物園遊会、観光交流物産展、ひな下り芭蕉祭などたくさんのイベントが開催されています。また大垣の一番の魅力は豊富で美味しい地下水です。市内の至る所に自然に湧き出る地下水があり、
から水の都と呼ばれています。そんな水の都大垣でおすすめのイベントは、この春に季節限定で実施している水の都大垣舟下りです。市内中心部を流れる水門川の約1キロを30分かけてゆっくりと船で下ります。1艘あたり大人6名まで乗船できますので、ご家族、ご友人などお誘い合わせの上ご乗船いただき、水門川での静かな舟下りを楽しんでいただきたいと思います。普段何気なく道路から見下ろしている川を、逆に川から見上げての風景は特別なものです。またいくつもの橋をくぐりながらの舟下りは大垣ならではのものです。本日はイベントがあるため運休となりますが、ぜひ一度ご乗船いただき体験してみてください。また水の都大垣舟下りに合わせ、4月1日から大垣の夏の風物詩である水まんじゅうを販売しております。その他にも三大銘菓の滝羊羹や金鳥まんじゅう、味噌入りせんべいをはじめ老舗の和菓子がたくさんあります。皆様もこの機会に水の都大垣、場所元禄の町大垣を散策いただき、お楽しみいただけたらと思います。以上、大垣市のご紹介をさせていただきました。本日は特別に皆様方に大垣の三大銘菓である味噌入りせんべいと滝羊羹をお配りいたしますので、どうぞご賞味ください。係員がお席の方までお配りいたしますので、今しばらくお待ちください。本日は快速水道大垣トレインにご乗車いただき誠にありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく大垣です。お出口は右側2番乗り場の到着です。扉にご注意ください。この先米原方面と美濃赤坂線、養老鉄道線、垂水鉄道線はお乗り換えです。詳しいお乗り換えにつきましては駅の案内にご注意ください。この電車はこの駅までです。車内に忘れ物、落とし物なさいませるよう、棚の上、座席、テーブルなどよくお確かめの上、降りのご支度を願います。なお車内でできましたゴミは車内または駅備え付けのゴミ箱へお入れいただきますように皆様のご協力を願いいたします。本日は水道大垣トレインをご利用くださいましてありがとうございました。どうぞお忘れ物なさいませぬようにご注意ください。またのご乗車を心よりお待ち申し上げております。大垣に到着をいたします。